出るか。キリト、どうしたの？急に村へ来るなんて。セレカの様子を見に来たんだよ。そう、姉様は一緒じゃないんだ。確かに来づらいものね。ルーリットの村の人たちがアリスによそよそしいのは知っている。でもアリスはそんな理由でセレカに会いに行くことを諦めるような人じゃないだろう。うん、分かってる。けど私にとって一部のルーリットの村の人たちの態度は見過ごせるものじゃない。このルーリットの村は私が生まれ育った場所。大好きだったし、ここから離れたいなんて思ったことはなかったわ。でも姉様が戻ってきてからそうじゃなくなった。村の人たちの姉様への言動、とても許せない。最近は擁護しようとする私にまでみんなよそよそしくなって。仕方ないさ。禁忌目録の影響下にある人界において、アリス・ツーベルクはこの村では罪人なんだ。そんな、キリトもユージオも割り切れるの？そうじゃないよ。ただ今のアリスにはちゃんと俺やユージオっていう帰るべき場所、仲間がいるから安心してほしいと思ってる。セルカももちろんその一人だよ。キリト。ああ、だからといって故郷を嫌いになってもいいとは言ってないぜ。生まれ故郷に思い入れがない奴なんていないからな。分かってるわ。だからこそもどかしいのよ。じゃあ気晴らしも兼ねてどこかへ出かけるか。ルーリットの周りにある景観が綺麗なところとか観光できそうな場所とかへ案内してくれよ。案内って、あなただって一応この村に住んでいたじゃない。でもあの頃ってほとんどユージオとギガスシダを切ってただけだし。そういえばそうね。どうしてだろう、キリトは昔からこの村で一緒に暮らしていた、そんな風に感じてたわ。俺もそんな気がしていたんだ。でもいいわ、分かった。村の名物を紹介すればいいのよね。案内してあげる。あ、行こう。おお、いい景色だな。ここはルーリットの村の人間でも知る人ぞ知る秘境なの。ここの渓流は水がひときわ澄んでて、動物たちも水を飲みに来るし、魚もたくさん釣れるのよ。こんな場所があったんだな。確かに前にいた時は全然気づかなかったよ。姉様だってきっと知らないはずよ。さあ、せっかく来たんだし散策をして楽しみましょう。あ、そうだな。お、この場所いいかもしれないな。どうかしたの？川の流れも穏やかだし、この辺はいい魚がたくさんいそうだなと思ってさ。でもキリト釣り竿なんて持ってないじゃない。魚の一匹や二匹手づかみで取ってやるさ。全然捕まえられない。無理みたいね。あなたの天職が釣り師じゃなくてよかったわね。俺にはアインクラット22層の湖で鍛え上げられた釣りスキルが、いや、この場合竿がないし。いやいや、でも強情なのね。また失敗。というかこの渓流魚があんまりいなくないか。セリカはさっきたくさん魚が生息してるって言ってたけど。そうね、どうしてかしら。はあ、本当はここで魚を捕まえて
昼飯用の食材にしようと思ってたんだけどな。腹減った。こうなるって思ってたわけじゃないんだけど。一応持ってきたわ。のお、このお弁当もしかしてセルカが作ったのか。そうよ。悪いな、こんな豪華なお弁当を用意してもらっちゃって。教会の子供たちの分も作っているから大した労力じゃないわ。それでもすごいことだよ。じゃあ遠慮なく。どうかしら。うん、ああうまい。気に入ってくれたみたいでよかったわ。魔獣？ルーリットの村も近いってのに。セルカ、君は下がっているんだ。村を守るためだもの、私も戦うわ。そうか、よし、じゃあ頼む。なんとか倒したな。セルカ、何か気になることでもあるのか。やっぱり魚の数が減っているのはおかしいと思うの。普段そんなにこの場所に来るのか。そうじゃないわ、教会にある本で読んだのよ。ルーリットの村の歴史とか周辺の地理とか動植物のこととか。とにかく私が読んだ本の情報ではこの辺りにはもっと魚がいるはずよ。それならもしかしたら魔獣がいることと関係あるかもしれないな。それって魔獣が縄張りを広げてこの周辺の魚を食い散らかした。そのせいで渓流の魚も減ってるとは考えられないかな。だとしたら放ってはおけないわね。ここの川の魚は村の貴重な食料だもの。この辺りの魚は上流で卵を産むはずだから、ひとまず川を登ってみましょうか。今すぐに出発するのか。そのつもりだけど、何？いや、せっかくのセルカのお弁当、中途半端に残すのは悪いと思ってさ。いいわ、残りを食べたら出発しましょう。こんなところまで初めて来たわ。とりあえずもっと奥に進んでみましょう。ああ、にしてもセルカの知識のおかげだよ。そう言ってくれると嬉しいわ。姉様に追いつこうと思って新生術の勉強に加えていろいろと書物を読んでいるのよ。その知識がこんな風に役立つなんてね。でもまあ姉様に比べたらまだまだよ。セルカはやっぱりアリスに憧れてるんだな。もちろんよ、聖号騎士になったことも、ものすごく鼻が高いし憧れるわ。強くて凛々しくて何でもできる姉様。新生術も少しでも追いつきたい、その思いで修練を重ねてるけど、私ちゃんと姉様の背中を追えてるのかしら。セルカ、魔獣、ひょっとしたらあいつが魚たちの産卵場所を荒らして数を減らしていたのか。こいつをこのままのさばらせておくと流域がダメになってしまう。セルカ、倒すぞ。
これであの渓流の生態系も元通りになるはずだ。魚たちも川を下っていけるはずよ。それじゃ俺たちもさっきの場所に戻ろうか。ええ、そうね。あれ焦るか、あれを見てくれ。早速上流から泳いできたんだな。魔獣を倒した影響がこんなに早く出るなんて。どう？もう一度つかみ取りに挑戦してみれば？そうだな。さすがにあれだけの数がいて捕まえられないってことにはならないでしょ？まあな。でもそういうのにも大抵は運の要素も多少あって。鍛え上げられた釣りスキルがどうこうとか言っていたわよね。でもそれは釣りスキルであって今回は手づかみだし。やってやるさ。見てろよセルカ。本当にまた挑むの？諦めが悪いわね、キリトは。セルカもどうだ？案外気持ちいいぞ。でも私、今日は修道服だから。まくって結べば大丈夫だって。そうは言っても気分転換のために来たんだろ。普段はしないようなことをするのもいいだろう。分かったわよ。裾をまくってと。思ったより冷たいわね。でも慣れればひんやりして気持ちいいかも。だろ。それじゃあ早速捕まえようぜ。私はいいわよ。俺のスキルじゃなくて釣りの腕を散々バカにしておいてそれはないだろう。ひょっとしたら思わぬ才能を発揮するかもしれないしな。まあいいわ、もう川に入っちゃったしね。コツか何かがあるなら教えて。そうだな、追いかけ回さずにそっと魚に近づくんだ。あとは岩に追い込むようにして取れ。うまくいけば今ので捕まえられるはずなんだ。残念だったわね。期待は薄そうだけど私も挑戦してみるわ。そーっと近づいて岩場に追い込むように。ういっ、取れちゃった。すごいじゃないかセルカ。待ってくれ、桶は川辺に置いてきちゃって。早く逃げちゃうわ。こんなにあっさりセルカが捕まえると思わなかったから。逃げちゃった。ごめん、間に合わなかった。別にいいわ、捕まえられたってだけで驚きだもの。まさかセルカにこんな才能があったとはな。私も意外だったわ。さてそろそろ帰りましょうか。もういいのか？ええ、気分転換はできたわ。これでもっと頑張れそう。セルカは十分に頑張っているんだろ。いいの、姉様にはちっとも追いついていないってこと私が一番よく分かっているから。もっと神聖術の腕を磨いて姉様みたいな功績を残さないと。功績ならあるさ。うん？ほらこの川、村から近いここは大事な食料源でもあるんだろ。ええ、そうだけど。そんな大切な場所を救ったのはセルカだ。魚が戻ってきたのもセルカの功績だよ。私の？そもそもこの渓流の生態系について知ってたのはセルカだし、
あの魔獣のところへ俺を案内してくれたのもセルカだ。君のおかげでこの川は救われたんだ。アリスじゃなくてセルカのおかげでさ。そんな大げさよ。でもそう思ってくれるのはなんだか悪い気はしないわ。セルカにはセルカにしかできないことや、君だけの才能が他にもあるかもしれないしさ。だから焦ることなんてないと思う。セルカは自分のやり方で一歩ずつ前に進めばいいと思う。ありがとうキリト。迷ったらキリトの言葉思い出すわ。さて今度こそ帰りましょうか。ああ、村のみんなにセルカの功績を伝えないとな。やめてよ、恥ずかしいから。伝えるんだとしたらネズマみたいな誇れる功績と才能がいいわ。そうなるとやっぱり神聖術か。もちろんよ。でも他の分野ってのもいいわね。キリトも言うように私に他の才能があるならだけどね。セルカの他の才能一つ思いつくのがあるぜ。何？まさか料理。魚のつかみ取りだよ。え？釣りをたしなむからつかみ取りにも多少は自信があったんだ。だけどセルカの才能を目の当たりにして俺は愕然としたよ。ちょっと。君はルーリットの村、いや北帝国一のつかみ取り名人かもしれないな。やめなさいよ。村の人たちには川の環境を取り戻したことよりもつかみ取りの才能を伝えた方がいい。もうやめてってば。釣りの腕をバカにしたことは謝るから。ちょっとやりすぎたな。もう私は新生術を頑張りたいの。魚のつかみ取りなんかで姉様を超えたいなんて思うわけないでしょ。